ちは、ピアノ班の響です。今日はお散歩企画ということで、僕はこの自分が住んでる八頭木寮から集合地点である三日月丸神社ですかねに向かっていきたいと思います。暑い、非常に暑いです。今日はとても炎天下ですけど、熱中症にならないように気をつけていきたいと思います。信号で止まってる車に見られるのはちょっと恥ずかしいですけど、頑張ります。津野南署を通っていこうと思ったんですけど、そっちの方はおそらくしゅんくんが歩いて行っているので、ここは違うルートから行きたいと思います。暑いですね。ね、セミの鳴き声がすごくいい感じで響いております。散歩に必要なものがやはりあるので、僕はこのちっちゃいバッグに入れて持ってきました。まず これですね、タオル。うわ、暑いし汗をかくので、やっぱりタオルは必需品ですかね、散歩をする上で。まあ、こんなに暑い日に散歩するかどうかは分かんないですけど、もう汗だくです。服もびちょびちょ。自撮り棒もないから携帯の持ち方が分からない、ちょっと大変です。あとお散歩に必要なものといえば、やっぱりこれですね。まあ、ちょっとスポンサーの関係で見せられないんですけど、僕はちょっとこのバッグに入るサイズのアップルジュースを買いました。暑いです。あんまり歩いていかんから道もわからんな。そして、これはちょっとあれですね、ブドウ、デラウィン、売ってあります。直売所ですかね。そして僕はあと、このお散歩に強力な超強力な助っ人を持ってきております。多分誰も持ってきてないと思いますけど、これです。持ち運び扇風機。いや、涼しい。これは非常に涼しいです。ちょっと風が足りないですけど、カメラとかぶるとダメかな。この扇風機はちょっとね、いいですね。便利です。
持ち運びできるし、暑い日に一緒に持ってるととても便利なアイテムだと思いますね。僕は暑い、すごく暑い。そして何より持ちづらい携帯、自撮り棒がないから本当は前回のお散歩企画は僕と農業班のシラ君が一緒にやったんですけど、ちょっとね、次回予告と違って番外編ということになって、このような形でやっていますけど、まあまあそれもまたいいですね。企画的には楽しくて、まあちょっと暑すぎるので楽しいとは言えないですけどね。すいません、しゅんくん愚痴っちゃいました。いろいろ売ってるな。こうやって直売所があったりするといいですよね。新鮮なものを食べられる的な。あまりにこうやって一人で自分のことを撮りながら歩いていくことはないので、結構話す内容とかがよくわかんないんですけど、頑張ります。っていうかもう声ちっちゃいとか言われそう、しゅんくんに。聞こえねえよっつって、ピー厳しいんで、声ちっちゃかったら怒られるかな。左、お、待て待て、多分ちょっと見えづらいかもしれませんけど、あれはリアル班の北側ですね、おそらく。歩いてきています。あらら、おそらくあれですね、あの人一人で撮るのがちょっと大変やからって言って奥様に協力を仰いでいますね。大変だな、奥様もちゃんと日焼け対策して来てますね。僕がこうやって奥から撮っているとも知らずに、やつは夫婦で歩いてきてます。なんだあいつは。この企画をちょっとしたプライベート的な感じで楽しんでますね。別に何かってことは、でもこれこの道行ったらあれかな、浩平くんと合致するかな。でも俺の方が速そうやな。いいなぁ、あの人自分でカメラ持ってなかったな。奥さんが持ってたな、ずりーな。しゅんくんもゆうこさんも一人で携帯持って歩いて行ってるんで、大変な思いをしてますけど、一人だけ
なんか楽に楽しんでますね、この企画。紀野町はやっぱり土地が広いですね。空き地かな、ここら辺も。っていうかこれ扇風機の音大丈夫かな。いいか別に、熱いもんだってしょうがないね。許してもらおう、しゅんくんに許してもらおう。止まれ。あ、夏のワイナリーって書いてますね。やっぱり僕がちょっと先に行ってますね。あいつ喋ってんのかな。気づくかな。気づかず。なんやあいつは。ただただ楽しみやがって。逆光かな。まあしょうがないです。これ涼しい日だったら結構楽しい企画やのにな。到着です。ここですね、三日月バル神社。やっぱり僕が一等賞ですね。ここですね、三日月バル神社。いやー暑かった、すごく。ここのお隣の日の屋うどんさんも結構美味しくて、浩平くんとかしゅんくんとかもよく行くみたいなんですけど、北川夫妻が先に到着するかと思ったら、なんと、しゅんくんですね。失礼、佐藤 P ですね。プロデューサーが来ました。さっきやっぱり歩道橋の上で見えてたのはあの人やったかな。お疲れ様です。暑いっすね。